とにかくチームっていうところは俺は大事にしてる。森保監督はやっぱりかけてる、うん、選手の、まあ、聞き出して、うん、でそれをなんとかこうチームに還元できないかっていう、うん、すごいなって思う。はい、ありがとうございます。じゃあ自慢のお昼ご飯ですよ。はい、これは嬉しいですね。今日のメニューの一押しポイントは、はい、こちらの岩田の丸ごと素材を使った、丸ごと素材のカレーになっております。パプリカと、はい、あと玉ねぎ、人参、はい、とじゃがいもと、はい、岩田さんの食材を使って、うん、カレーのルーはあまり使ってないので、うん、脂質が低くてヘルシーなカレーになっています。ジュビロ様とですね、岩田さんの野菜を使いました、はい、あのメニュー、栄養バランスの取れたメニューと、あとはですね、あの運動情報の提供という形で、うん、ジュビロ飯ということで、うんうん、あのジュビロ様と市の方でですね、うん、認定をさせていただく取り組みをしてまして、うん、市内の飲食店でも認定を進めているものになりますので、ぜひそういったメニューになりますので、いただければと思います。ジュビロ飯作りたいみたいな、あの店舗があったら認定されれば出せるってことですか？ぜひ、はい、ご相談いただければ。なるほど、はい、います。はい、飯尾さんに。そうですね、私の認定ご連絡いただければと思ってます。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、いただきます。乾杯。乾杯。どうもありがとうございます。わざわざありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。食事が頑張って、はい、練習した後にすぐやっぱ食べれる、うん、選手にとって本当にありがたい。これでもなんか前々からというよりかはもう監督によるみたいな感じもなんかあるみたいですね。俺もジュビロ来たのは今年からだけど、もともとはあったけども、うん、コロナでちょっとこれも食事出せなかったんですよね。なるほど。もともとは多分僕が来る前も多分やられたっていうのは聞いてた。ぜひ復活してほしいというか。いいですね。こういうの媒体とか出たりとかされてます？うん、俺あの地味にピッチ上だけ活動してる。まあ、チーム状態聞くだけのその取材なんかなって俺は思ってたんだけど、はい、なるほど。俺とっていうことなのかな。そうですよ。え、なんで、逆になんで。監督の話聞きたいじゃないですか。ああ、俺もね、うん、いろんな監督さんの話はすごい聞きたいし。そうですか。うん、聞きたい聞きたい。この間はそのトレーニングマッチで日曜日、はい、エスパと秋葉さんと、うん、はい、秋葉ともちょっと話したい。はいはい、まあ、だからいろんな監督さんとこう話する機会があったら、うん、俺も本当したいなって思います。今回、うん、ジュビロの監督になりましたけど、うん、監督自体は初めて、うん、っていうことですか？そういうこと。指導者としては何年ですか？27年、うーん、26年、ウィキペディア見ましたもん、野口さんの。ウィングって書いてありましたよ。あ、ウィングだと思って。もう左の方ね、サイドがちょろ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 して。左なんですか？左なんですよ。利き足はどっちですか？右です。作った左だね。引退が早かったんで。何歳で引退されたんですか？28までやって、もう29には指導者やってて、その当時に広島のクラブのスタッフの人がこのチームに残って指導者やれと、へえ、っていうか、もともとサッカーに携わったことがやりたかったし、はい、指導者になれるんだったらそれ、うん、ないい子、いい話じゃないって思ったし、将来的にはね、葛藤はあったけども、うん、選手をスパッと諦めて、うん、そのまま広島に残って指導者を始めたって。指導者としては結構あれなんですか、いろんなカテゴリーやられたんですか？うん、やった。最初はスクールコーチやって、うん、スカウトも1年やって、ジュニアユース、ユース、うん、で JFA のトレセンコーチ、トレセンコーチやって、うんうん、トップチームやって、うん、広島でトップチームで15シーズンぐらいやったかな。コーチやられてた時とやっぱ監督ってちょっとなんか違いますか？違うじゃあ違うかな。うーん、決定するのはやっぱ監督じゃない、決断するのは最終的に、ここが一番の違いだと思う。今回はもうその自分の中でやるぞっていう感じがもうあったんですか？その指導者だってずっと思ってた。いつも契約の時に僕とか、はい、ないですか監督のっていつも聞いて、まあ売れ
今日かぶちゃん、いや、お前来てねえぞ、うん、あ、そうですか。じゃあコーチで頼むっつって、わかった、わかりました。ずっと監督やりたいっていうのはずっと言ってて、で森田さんにもずっと代表の監督になってたじゃない、うん、分かったらこっち行くよっていう話もずっとしてました。森保監督の年齢的には1個下、俺のより、あ、俺が1個上。そうなんですね、うん、でも森保さんって言うんですか、表だったらね。でもその年齢上下って結構、うん、なんかちょっと気にしたりとか難しかったりしないですか。全然ない。やっぱこう、もう昔から知ってるから。でも一応森保さんも敬語で話してくれるけど。でもすっごい言い合うよ。言い合ってた。まあまあまあ、それはお互いにこうだみたいな話をして。でも何歳ぐらいから知ってるんですか。森保監督が高3の時から。そうなんですか。俺1年先に入ってたんで、まず、その合宿に彼が、高校生で丸坊主できて、代表監督だからね。まあでも丸坊主はいいじゃないですか、別に。本当。いいよなと思って。監督になって、やっぱそれはどうしていくとか、どうとかっていうのは考えたりするんですか、プロの監督っていうものに対しては。コーチのキャリアが長かった分、いろんな監督さんと仕事をやれたんで、まあ自分だったらどうするだったりとか、まあそれぞれ監督の良さがあるじゃない、それはもう全部盗んでやろうと思ってたし、まあ自分だったらこうするだろうなとかっていうところもあるじゃん、それを日々妄想しながら、で今そういうチャンスをいただいたんでね、トライさせてもらってるんで。結構いろんなまあ監督に影響を受けたっていうのは、誰が強いとか誰がどういう風な感じとかってあるんですか。サッカーで一番影響、もう本当に本質のところで言うと、やっぱりペトロビッチさんが、ビシャかな。チームマネージメントだったり、選手の接し方だったり、っていうのはやっぱこう森保監督はやっぱりかけてる。どういうところですか。聞く力がすごいなって。あ、選手の、まあ、本質じゃないけど本音を聞き出して、でそれをなんとかこうチームに還元できないかっていう、いい方向に還元できないかっていうのがすごい考えられてる監督だなっていうふうに、まあ、それはすごいなって思う。ふざけんなよ。思うこともあるだろうけどね、それもやっぱひっくるめてチームに還元するために引き出してるっていうところがすごいなって、ね、今日も暑かったじゃないですか。もうこの最近の暑い中、結構ハードにやるなっていう感覚でしたけどね、強度も高く、こう選手も鼓舞しながらやってる感じでしたよね。まあ今もう何時にやっても暑いからね。夕方やることもできるんだけども、夕方やると、この食事が取れない。なるほど、ジュビロ飯が。そう、やっぱりいいトレーニングしてもいい栄養、食事もセットだ。できればこう午前中やってこういう食事をね、いただいくっていうサイクルの方がいいなと思って、ただそれでも練習の強度を落としたくないんで、強度を出すんだったらもう選手も俺は夕方からでもいいよっていう話はしてるんですけども、まあ選手もやっぱり午前中やってこうやって食事取れるのはいいっていう共感してくれてる選手も、まあ、ほとんどなんで、ただピッチでは妥協は許さない。最初はその何をやるっていうよりも選手を知るとこか、なんか思ったよりトレーニングする期間が得られなかったなって、実際にやってみた感想かな。チームで戦う全員でぐらいやっていかないと本当に乗り切れない。とにかくチームっていうところは俺は大事にしてるんで。